千の小説とバックベアードは佐藤智也の長編小説。2006年に新潮12月号に掲載され、翌2007年3月に新潮社より単行本が刊行された。第20回三島幸男賞受賞。2008年大学読書人、大賞2位。この小説は特定の個人に向けて集団作業で物語を完成させる。 片説家という小説家とは似て、非なる架空の職業を首になった主人公が謎の人物から小説の執筆依頼を受け、小説家を目指す物語である。と言っても、決して自然主義リアリズムの側に立った小説ではなく、あくまで佐藤の出自である、新本格ミステリーの体裁を取った小説である。三島賞では、宮本明を除く四人の選考委員の票を集め、 受賞を決めた。選表では文学史に対する向かい方が窒拙、従来の文学に対する素養が乏しいと純文学の評価としては散々なものであったが、一方で純文学、ミステリー、ライトノベルといったジャンルの壁を超える自由さと新しさが評価され、受賞へ至った。小説ならぬ、片説を集団作業で作成する会社。 ティエントゥバットを27歳の誕生日にクビになった、木原は、一切の文章を喪失する能力と、一切の文字を理解する能力の喪失に気づく。そんな中、ハイガワゆかりと名乗る人物から、小説の執筆を依頼される。ティエントゥバットの執筆した片説を読み失踪した、ハイガワゆかりの妹、伝えの行方を探す依頼を探偵、一ノ瀬にする一方で、小説の執筆を開始する。 小説の執筆に行き詰まった木原は、文豪の御用達さんの上ホテルに宿を取り、缶詰を自らに課すが、相変わらず一向に、原稿は進まない。そんな中、灰側が妹から送られてきたという DVD を持ち、木原を訪ねてくる。送られてきた DVD は見たものを衝撃的な、喜怒哀楽と性的快感を与えるもので、それは日本文学が作成したものであった。 後日、DVD を見た、一ノ瀬の作戦により、手がかりを得るためティエントバットを狂言襲撃することとなる。その後、自宅で、片説家を名乗る謎の男に襲撃を受けた木原は、執筆に集中するため、ビジネスホテルへ逃亡するが、あっけなく発見され、オールデンの革靴を履いた男に拉致され、バックベアードが支配する、図書館に軟禁される。大学読書人対象。 新潮2007年7月号、三島幸夫賞選票。主に、筒谷隆、福田和也、島田正彦の評価。ありがとうございます。